All right, nice. Today is Thursday. I'm gonna go Japanese anime movie, Kimetsu no Yaiba. ということで今からね、前見に行ったら時間通り入ったんですけどね、もう始まっていてね、最初から見れなかったので、今日ももう一回見てみようかなと思っています。まあこれ一種類しかねパンフレットがないんですよね。田舎なんで、ちょっと残念ですけども、まあ時間がちょっと何時から始まるかわかんないので、ちょっと確認してね、最初から見れるようにしてみようかなと思いますので、また動画をアップします。それでは See you there。皆さんおはようございます。昨日じゃねえや、2日前かな、ちょっとね、久しぶりにまた映画を見に行ってきました。まあ、リフレッシュしたということで、今日は土曜日ですけども、また街頭演説をね、少しやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、ちょっと今はもう8時半過ぎてるのでね、まあ、いつもより1時間ぐらい遅いですけども、まあ、土曜日なので、まあ、人もちょっと少ないしね、ちょうどやりやすいかなと思いますが、まあ、ただね、変なやつ多いですからね、まあ、そういったお金はもっと子どもたちの未来に投資をするとか、子育て世代にね、力を入れるとか、そういったその国民目線で、政治の形を、提案を、ね、していきたいなと思っております。正規の公務員の数だけでも、日本国内には350万人ぐらいはね、いると思いますし、まあ、何があってもね、クビにできないというのはやはり最大の日本の最大の問題だと思いますので、法律の改正で、簡単にリストラできるように、公務員のね、法律待遇も変えていくべきだと思います。で、もともとがこの公務員を、少しやっていたので、まあ、一番大切なのはその人材育成をね、レベルを上げることだと思いますから、教育をね、改革をして、国力が強くなるように、英語の教員もうちょっとね、TOEIC の点数を例えば850点以上とか、900点取らないとね、英語の教員になれないみたいな、まあ、そういったレベルにね、上げていく必要があるのかなと思います。まあ、基本的に子供の教育を作ることとしてはですね、英会話教育と金融の教育は、まあ、小中高でもね、導入していくべきかなと思います。まあ、日本のその問題はね、たくさんありますが、公務員転職が最大の問題だと思いますし、人口減少もね、全然問題は解決されていません。今は日本の GDP は世界ランキングで多分3位ぐらいだと思うんですが、まあ、ただかつてはね、世界第2位の経済大国でしたが、今は第3位に、なっています。世界第1位がアメリカで、第2位が中国 で3位が日本ということです。ただ2030年ぐらいになると、第1位、まあ、やはり英会話教育と金融の教育は導入していきたいかなと思います。で、金融の教育もですね、そうですね、まあ、日本の場合は税金がね、非常に負担が重い国ですから、意味もあると思うんですね。普通に労働で働いて年収を高くしても、個人所得税が累進課税ですから、まあ、年収を高くしても税金が高くなってしまうということです。で、まあ、収入というのはね、3種類に分けられると思うんですね。普通の労働収入と、あとはキャピタルゲインと、あとはインカムゲインと。で、普通のその労働収入に対するね、税率が一番重いですから、例えばその個人所得税というのは累進課税で、
最高税率が 45% あります。でそれに 10% の、ね、住民税が加算されますので、4000万以上で、ね、年収を稼ぐと、55% も、所得税で税金が取られるということですね。ただそのキャピタルゲイン課税とかインカムゲイン課税は、20.3% ぐらいですから、例えば年収1億円の人がいけるとすると、まあ、税金で5000万円と取られます。ただキャピタルゲインとかインカムゲインで1億円稼げば、まあ、2000万ちょっとで、ね、税金が、済みますので、まあ、これで3000万ぐらいのね年収の格差につながっていきます。まあ、そうで選択肢をね、子どもたちの選択肢を前提というのはね、一番その日本にとって、足かせになっていると思いますから、ちょっとその前提にとらわれないような、ね、柔軟な発想で政治を、ね、提案していきたいなと思っております。で子どもの未来を作ると、としては公務員の数を徹底的に減らして、日本の技術を使えば人工知能とかブロックチェーンとかロボット技術を使えばね、簡単に代替できますので、それよりも子どもたちの未来に投資ができるように、前例にとらわれないような、ね、政治を提案していけるように今から3年後にはなりますけども、2つ目の政治団体を作りましたので子どもの未来を作るとして3年後の、地方選に向けてまた挑戦をしていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ということで、まあ、25分ぐらいですね今日も、やっぱり何度やっても街頭演説は難しいなと思います。学校で教員やってる時はこういう子どもの前で話すのは、苦ではなかったし楽でしたね。まあ、それは当然ですよね。自分の教え子だけを前にして喋っているのでやはり街頭演説は難しいなと思います。まあ、とにかくいろいろ経験を積んで、うまくなっていけるようにね、頑張りたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。それではね、終わりたいと思います。サンキューフォーウォッチング。スマッシュライクボタンアンドサブスクライブ。 Stay tuned. See you there. やらよろ。バイ。